お待たせいたしました。市民球場です。東京ヤクルトスワローズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は左の坂本、対するマリーンズの先発はルーキーの中森、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左の坂本、マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは菅野。背番号31。次の球がラストボール、これは引っ掛けた。西田取った。西田自分でベースを踏んでアウト。バッターは2番平沢。平沢背番号13。第4球はインコース低め、直球は外れてボール。第5球投げました、高速スライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号59。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。坂本、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者鳥谷。投げた、打った、ファウルボール。第4球を投げた、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。リプレイをご覧ください。バッターは5番宗次。宗次背番号45。第3球を投げた、打ちました、鈍いゴロ。竹岡ボールを取る、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番福田。福田背番号7。第2球投げた、カットボール見送ってストライク。追い込んで投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。坂本3球で仕留めてみせました。坂本最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは松田。次は5球目、投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、ボール。さあ7球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。背番号99。第3球アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。坂本ナイスピッチング。右バッターボックスは西牧。西牧背番号。第2球投げました、直球ストライク、インローへ。少し迷ったか。追い込んでから第3球を1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。第5球投げました、アウトロー、ボール。次は6球目、投げた、打った、ファール。第7球を投げた、打った、流し打ち。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げた、流し打ち、どうだ。西牧粘ります。投球これから9球目、あっと引っ掛けた、竹岡掴んだ、ボールはファーストへ、アウト。スリーアウトチェンジ。坂本下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは菅野。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球はこれから6球目、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番平沢。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、打ちました、センター前に出る、ヒット。平沢ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番西川。西川投げた、打ちました、1、2塁間への当たり、2塁送球、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回の表が終わってマリーンズ、この回も得点を挙げられませんでした。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の鳥谷。第4球を投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第5球
投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、高速スライダーボール。投球これから7球目、打った。鳥谷追い込まれていますがファールで粘っています。打ちました、レフト前に出る、これはヒットになります。鳥谷いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは5番宗次。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。カットボール、見逃し三振。左バッターボックスには福田。第3球を投げました、ボール、外角へ。第4球を投げました、内角低め、見逃し三振。7番サード松田。第4球を投げた、打ちました、引っ掛けた。長岡ボールを掴んだ、一塁アウト、これはアウトです。スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。5回の表が終わって0対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは柿沼、投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、真ん中決まってストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、カットボールはボール。第5球投げました、インロー際どい球、ボール、ボール、フォアボール。いきなり歩かせてしまいました。バッターは9番西巻。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。あーっと、ショーフライになった、フェンスに当たっています。ファールボール、投げました、膝元、空振り三振。引き分けで終了です。お送りしてまいりました一戦は0対0、引き分けで終了しています。実況は私堂前秀夫で、市民球場よりお伝えいたしました。